7月19日、体操女子日本代表は合宿地からフランスパリに到着。20日には現地に入って最初の練習を行った。写真、性的な面の予防にもなる、新型レオタード、アイタード、を着用して演技を行う杉原愛子の現在の姿。リオ東京五輪での華麗な演技の数々。この記事の写真を見る。喫煙。 飲酒行為の発覚を受けて宮田翔子が代表を辞退。補欠として合宿地に帯同していた杉原愛子との入れ替えはなく、選手は一人減って、岸野里奈、岡村誠、中村遥、牛奥小馬の4人となった。なぜ繰り上げで杉原が加わることはできないのか、疑問の声もあるという。ただ、入れ替えには規定がある。選手を登録する期限が定められており、 過ぎた場場合合に認められるのののは怪我や病気の場合のみ今回は定められた期限を過ぎておりまた怪我や病気でもないため杉原を加えることはできなかった結果日本代表は4人で7月28日の予選に臨む予選の結果によって団体戦決勝に進出できる8チームが決まるが4人となった影響は大きい団体の人数的には4人でも問題はないが まず仕組みを説明すると、予選は団体、個人種目双方を兼ねて行われる。女子は、長馬、段違い平行棒、平均台、床の4種目。この各種目で最大4人が演技をし、そのうち上位3人の得点を合計する。その結果の上位8チームが団体総合決勝に進むことができる。また、 予選の上位24名の選手が個人総合決勝に進むことができ、種目別には各種目の上位8名が出場することになる。ここで問題となるのが団体だ。人数的にはチームに5人いなくても差し支えないが、選手には種目ごとに得意、不得意がある。そのため、本来なら5人のうち、種目ごとに得意とする選手を出す。 あるいは苦手な選手を外して4名を出場させ、チームとしての高得点を狙っていく。団体においてポイントとなるのは、まずは全ての種目に強い、いわゆるオールラウンダーの存在だ。例えば男子なら内村航平や橋本大輝、女子であればロンドン、リオデジャネイロ五輪に出場した寺本明日香、リオ・東京五輪に出場した村上舞のような選手だ。必然、彼らがチームの軸となり、